えー、こんにちは、塾のこですこのね一日外出録班長っていうのを五巻まで読みました一気に読んじゃったんですけどもやっぱ面白いですねでこの面白さっていうのは実はですねロスジェネ世代の暮らし方を非常によく投与してると思えるからなんですよねまあ私もロスジェネ世代なんでよくわかるんですけども基本的にこの 班長をはじめとする地下労働施設の住人っていうのはですねもう巨額債務者なわけですよ例えば地下労働を強制10年とか15年とか中には20年とかね30年っていう人もいるかもしれませんそういった長い年月を強制労働させられることによって自分の債務を減らしながら適度な休暇と適度な余暇そして頑張り次第では一日外出権って言って地下から地上に一日だけ出ることが許されるんですよね もちろん、その一日外出券を手にするためには、50万ペリカというね、とてつもない、えー、金額を貯めなくてはいけなくって、最初、この地下がの強制労働施設に落ちた会事も、最初そこを目指すために半年間ね、節約することをやっぱり夢見るんですよね。まあでも実際はなかなかそうもいかなくって、日々の享楽にペリカを使ってしまって、あ、はい、ビール飲んだ、ポテチ食べたって感じで、全然貯まっていかない。しかも一発逆転をしようと思って爆死に行けば、 そこでまたね、かもられちゃったりとかして、なかなか吸ったもんだなわけなんですけども、ただね、ちょっと気がついたんですけども、この地下の強制労働施設、なんか大キ金を抱えて転落して、本当に、まあ言ってみればクズのクズみたいな感じでね、表現されてますけども、人生の落語者が集まるような書き方をされてますけども、でも、旗と見るとね、地上で暮らしている派遣切りにあった人たちとか、 まあホームレス寸前になっちゃった人とかねいわゆるロスジェネ世代の苦悩ってのが本当に重なってくるんですよね。でその中でもう本当にうつうつとして日々をやっとのことで過ごして本当に暗くって辛いみたいな通常そういう風に思えるようなロスジェネ世代の生活イコール地下の強制労働施設にいるこの債務者どういう風に 一日を限られたお金と限られた時間で過ごせばいいのかってことを班長がとってもねたくさんの実例を持って表現してくれてるんじゃないかなと思うんですよまさに一日外出券っていうのは何かっていうとたまに訪れるロスジェネ世代の休暇のことなんじゃないかなと思うんですよでもお金はあんまりないし時間もそんなにない休日っていうのはたった一日やっと巡り合えるかどうかその日々の中でいかに楽しくいかに 面白くいかに美味しくそして多くの人の人間関係を生かしながら時には感動して限られたお金と限られた時間を最大限有効活用して中年時代を楽しく過ごすそういったバイブルになってるんじゃないかなと思うんですようん、本当にお金を使わずに最大限楽しみ工夫ってのも例えばねなんか外出した時に夏祭りに出くわすシーンってのがあるんですよで、その時に最後に たこ焼きとお好み焼き、どっちを食べようかなと思って悩むシーンがあるんですよね。でこれをできれば両方食べたいわけですよ。で、両方食べるための知恵を班長が授けてくれて、それがなかなかね、うまいなと思ったんですけども、どういうふうに回答を出すかっていうと、まあ両方買うんですよ。たこ焼きとお好み焼き。で、それを持って、その夏祭りを主催してる本部テントのところに行ってねで、主催している頑張ってる役員の方に、どうぞって差し入れするんですよね。 そうすると何が起きるかっていうと、まあ一緒に飲みましょうよみたいな感じで誘われて、その、たこ焼きとお好み焼きを少し持ってっただけで、お酒と仲間と別の料理みたいな感じでね、最大限に楽しめちゃうみたいな、うん。だからこれこそまさに損して得取るというか、与えればまた与えられるみたいな、そんな関係なのかなと思うんですよね。うん、だからそういうふうにね、なんか楽しみ方のヒントが随所随所に語られていて、まあロスゼネ世代をどう楽しんでいくか。 与えられた時間と限られたお金をどう最大限有効に生かしていくかってことがこの班長という本の真髄なんじゃないかなと思うんですよそう一言で言うとロスジェネ世代暗いもんじゃないよと最大限楽しく過ごしていこうよみたいなバイブルになりうるんじゃないかなという風に思ってしまったんですけどもいかがですかねまあ、だからね何の変哲もない1日1日の班長の外出がなんか妙にね あの目が離せなくって次から次へと読んでしまって一気に5巻読んでしまったんですよねこれからも6巻以降楽しみなんでしっかりと見ていきたいと思います一日外出録班長で皆さんもねたまにある休日お小遣い限られてると思いますけども最大限楽しんでいただきたいと思いますそして状況が悪いと思えば思うほど最善を尽くしていくそういうふうな姿勢が私たちロスジェネ世代に求められてるんではないでしょうか それでは、今回は以上です。ありがとうございました。